どうもこんにちは、陽平です。今日はですね、私物のレッドウィング一気に紹介になります。はい、今回はただただ、私のレッドウィングのブーツを数種類のコーデを交えながら紹介するだけの動画になります。少しエピソードなんかも話したいと思います。前回にもね、似たような企画をやったことあるんですが、 YouTube のチャンネルを始めてから割とね、種類が増えてきまして、まあ、特に2023年は結構買った気がしているので、改めてね、紹介させてもらおうと思います。この動画がね、初めてな方もいらっしゃると思いますので、お時間ありましたらぜひご覧ください。では行ってみましょう。さあ、早速一気に紹介していきます。一発目、一個目はこちらですね、875です。はい、どうでしょうか。まあ、チャンネルを立ち上げた当初にですね、企画したこの875を1年間、毎日のように履くというね、企画をやりまして、仕上がった875になります。いかがでしょうか。これはかなりね、思い出深い、ブーツになっています。まあ、今ではですね、もう履いてあげられてないというか、お店の、サンプルとして飾っているんですけども、これはね、やっぱり原点であり頂点じゃないかなというふうに思います。結構やっぱ履き込んで仕上げたので、とても気に入った一足になっています。はい、続いては8111アンバーハーネスアイアンレンジャーですね。はい、私はですね、オイル、1回ぐらいしか入れてないんですよ。なので結構ね、カサカサしている感じの仕上がりになっています。もともとオイルがね、かなり含んでいるっていうことなので、あまりね、正直お手入れに関してはそこまでね、こうこまめにやらないタイプなんですけど、このアイアンレンジャーのオイルがすごく染み込んでるのはすごく助かりますね。はい、なのでどうでしょうか、色合いがこんな感じです。はい、続いてですね、8165、プレントゥーのブラックですね。はい、結構ね、ボコボコなんですよ。で、もう履いてないのでちょっと状態がね、良くないかなというふうに思います。まあ、前のね、動画でも言ってるんですけど、私バイクで走ってた時にこけまして、バイクで、そのこけた時の衝撃で左のトゥーの部分がですね、かなり削れてます。はい、これはね、かなり痛々しい事故だったなというふうに思いますね。かなり、まあ、守ってくれたっていう感じなので、まあ、ブーツは傷つきましたが、私はね、無傷で済んだ思い出があります。はい、続いては8133ですね。スーパーソールになります。これも最近めちゃくちゃヘビロテしてます。やっぱりね、履きやすいっていうのが、何よりだと思います。クッション性もありますし、まあ、他のブーツを履いてきてこれを履くと、やはり楽さを感じるっていうのが、私の感想です。まあ、コーディネートもね、ほんと毎回こんな感じで合わせてるんですけど、はい、このね、かかと部分、くるぶし部分にレッドウィングって書いたのもかっこいいんじゃないかなというふうに思います。はい、続いては8268の、スウェードのエンジニアです。はい、これはですね、エンジニア僕やっぱ好きで、ブーツカットとかでね、合わせたりしてるんですけど、まあ、これはね、マジでお手入れしてないので、ちょっとね、どうですかね、このトゥーの部分、結構ね、残念な感じになってるんじゃないかな、はい、けど、僕別にこれ悪くないなっていうふうに思ってて、まあ、517の結構色落ちしたジーパンと合わせるとね、かっこいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。皆さん、エンジニアは、はい、お持ちでしょうか。はい、続いては8833です。同じくスウェードのものなんですけども、これもね、2023年購入したものです。ただですね、2回ぐらいしか履いてあげられてないんですよ。ちょっと僕の中ではあるあるなのかな。なんかこう、履いていないとそのままどんどん履いていかなくなってしまうっていうのがありまして、で、お気に入りのものだけ、お気に入りというか、よく履くものだけ集中的に履いてってしまうっていう現象が今起こっています。はい、まあ、すごくね、綺麗な状態です。はい、ちょっとこれはね、経年変化具合が全くもって見られないので、ほぼ新品の状態でございます。
はい、続いてはアイアンレンジャー8083ですね。はい、これ割と、去年の中夏頃ですかね、結構履いてたと思います。なんか8083強化月間みたいな感じで結構ガンガンに履いてた時期があります。なので多分新品より若干こう毛羽立っているんですよ。はい、まあ、コーディネートも、うん、やっぱこう茶色が この焦げ茶感がね、やっぱ足元にかなり 目が引くなっていうふうに思いますね。はい、これもっとすごい方って毛羽立ちがブワーッとなってると思うんで、まあそれに追いつくじゃないですけど、そこまでね持っていけたらなと思いますね。はい、続いては8179です。こちら、はい、これはですね、あの虎紐に変えてるんですよ、紐を。あのレッドイングジャパンの営業の方と話してて、結構レッドイングジャパンの方はこの虎紐に変えているらしいです。どうでしょう、これ多分ね好み分かれると思うんですけど、私気に入ってます。まあ真っ黒でね合わせるのがまあ一番スタンダードだと思うんですが、この虎紐どうでしょうか、皆さんあのやってみてもいいんじゃないかなというふうに思っています。まあ、余った紐というか、あの紐だけ買ってね合わせるのもありだと思います。はい、続いては8167です。はい、こちら、これもチャンネルを立ち上げた当初に買ったものですかね。あの廃盤になるっていうことで買ったブーツです。これもねあんまり履いてあげられてないですけど、やっぱ廃盤って聞くとね、いやそれはちょっとねこう手を出したくなるっていう、まあもう反射ですよねもう廃盤になったらいつ出るんだろうっていう風に思うんで、とりあえずこれはね在庫があれば買っておこうっていう感じで買いました。スウェードってやっぱりかっこいいですよね。ただデリケートだからなんかちょっと遠ざけちゃうっていうのが僕の中ではあります。はい、続いては9211です。はい、これはですね去年ジャンキークラシックスさんで買ったものになります。あのこの、ロガー欲しかったんですよ、前々から。ジャンキーさんに在庫があるっていうことを YouTube チャンネルで見たので、まあ、割と早い感じで反応して買いに行きましたね。まあ、行く前に電話とかして、あの在庫ありますかっていう感じで聞いた、問い合わせした記憶があります。はい、でこれもですね履けてないです履けてないっすね。これはなんかお店に置いちゃってますね。なかなかこう見るとやっぱ偏っちゃいますね。履くもの履いてるものっていうのが偏ってる感じがしますね。はい、続いてはスレートブルー8143と8144の2足、まとめて紹介します。はい、これはですねもう結構10年以上前になりますかね。あの本当に出たての時に、オーダーする時に私がオーダーした形になります。こう個人買いでね、オーダーしたものになるんですけど、どうでしょうか、結構これ持ってる方いるのかな、どうでしょうか、視聴者様の中でこの2足お持ちの方いらっしゃいますか。あのプレーントゥーの方はですね少し履いているんですが、モックトゥーの方は、新品同様です、履いてないです。これはねずっと箱に入れたままあの保存してますね。これもやっぱなんかスウェードってなんだろうこれ今見るとスウェードってあんま履いてあげられてるものって言ったら8083と8268の2足だけですかね。なぜでしょう、汚れてきたら履きやすくなってくるのかな。はい、いやちょっとかわいそうだな、ちょっと意識して履いていきたいなと思います。はい、続いては2268の、エンジニアです。はい、こちらはですねもう大学生の時に買ったものなんですけど、結構ちょいちょい、私のチャンネルで、コーディネートで、出てきてると思います。はい、これはねいいですよ。さっきも言ったようにあのエンジニアブーツはあのブーツカットで合わせるのが私は大好きでございます。もう何度もね結構言ってると思うんですよね、ブーツカットで合わせるのが私は好きです。はい、なので今コーディネートもねブーツカットで合わせてると思うんですけど、まあ、こんな感じですね、足長効果が
見られるので、そこら辺がいいかなと思います。はい、続いては8168の、ペコスです。はい、ペコス、これはもう完全に家で眠っている状態でした。はい、これはですね、先輩から、いただいたもので、大切に保管させてもらってます。あんまね、出番がないので、まあ、家にちょっと置いている状態なんですけど、はい、こんな感じですね。やっぱペコスもね、今ないと思うんで、皆さんやっぱ黒とか、あと、ポーテージですよね。お持ちですかね。なんか、多分インスタとかで結構見ること多いんですけど、このスエードもお持ちの方いらっしゃいますか？はい。続いてが最後です。こちら、9060のベックマンです。はい。これはですね、はい。いい感じのね、ペシャリ具合出てきてると思います。はい。横から見てほしいんですけど、どうでしょうか？どうでしょうか？そして、コーディネートですね。やっぱ、ベックマンってちょっと綺麗めな、印象があるので、どの、ジーパンツに合わせても割とこう綺麗にまとまってくれるんじゃないかなって個人的に思ってます。で、割と履いてるんですけど、僕はね、写真が出てこないですね。この間ご来店いただいたお客様は結構写真出てたんですけど、やっぱ履き方に癖があるのか、その人それぞれですね、写真の出方がすごく、皆さん様々だなっていうふうに感じます。皆さんの9060はいかがでしょうか？はい、いかがだったでしょうか？2024年までの、レッドウィング状況、こんな感じでございました。はい、正直ですね、レッドウィングだけじゃないブランドのお話も視聴者様や、お客様から提案されたりすることがあるんですけど、まあ、そこにね、手を出して行ってしまうと、まあ、よりね、止まらなくなってしまいそうなので、まあ、冷静と情熱の間でしっかりね、選んでいこうかと思います。まあ、ブーツ以外にも欲しいアイテムがあるので、また、でもね、レッドウィング購入することがありましたら、このチャンネルで紹介させてください。はい、今日は、ご覧いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。